地球型惑星、地球型惑星、地球型惑星、英語、テレストリアルプラネット、タルーアリックプラネットとは、主に岩石や金属などの軟気発生物質から構成される惑星である。岩石惑星、英語、ロッキープラネット、個体惑星ともいい、太陽系では水星、金星、地球、火星の4惑星がこれに当たる。太陽系のうち、 これらの惑星が位置する領域を内太陽系と呼称する場合がある。木星型惑星、天王星型惑星と比べ質量が小さく密度が大きい。惑星科学の観点からは月も性質上地球型惑星の一種として考えられることが多いと言う。しかし、惑星の定義としては衛星が明確に除外されており、惑星の分類としての地球型惑星を言う場合、 月については触れないのが普通である。太陽系の起源は宇宙空間に漂う星間雲にある。星間雲は水素が主成分で、これにヘリウム、微少量の天文学的に言う重元素が混ざっている。星間雲の形成は銀河系円盤内の密度波によるとする説が有力である。 金棒で超新星爆発が起こるなどの何らかのきっかけがあると星間雲の内部でガスが圧縮され密度村が生じる。相対的に密度が高い部分は自己重力により収縮し、周囲のガスを孵化しながら高密度化する。この高密度化した部分で構成が誕生する。星間雲はもともとわずかに回転しているため、収縮した部分はその中心。 原子性の周囲を回転しつつ、重力が行進力として働く、原子惑星系円盤を形成する。円盤内では、微小量の重ゲその内個体を形成する成分が、赤道面に沈積し、ここで微惑星が誕生する。この微惑星が、衝突合体、集積を繰り返して成長したものが惑星である。岩石質、金属質の微惑星が集積してできた惑星は、 固体惑星あるいは地球型惑星と呼ばれる。水やメタン二酸化炭素などの氷が存在できない領域で形成されるので必然的に恒星に近い場所で誕生する。地球型惑星は質量を体積ともに小さいため、もし太陽系以外の恒星系に地球型惑星が存在していても、それを発見するのは木星型惑星に比べて極めて難しかった。 しかし、観測技術の発達から2005年にはアメリカの探査チームが地球から15光年離れた赤色外星グリーゼ876において地球質量6から7倍の地球型惑星とみられるグリーゼ 876D を発見。さらに、同年重力レンズを用いた観測により約2万光年先の距離にて地球質量5倍程度の惑星をギルマイナス2000 BLG-390 ポンドを報告した。続く2007年には、地球から20光年離れた、赤色外星グリーゼン581に、地球質量のそれぞれ5倍、グリーゼン 581C と8倍、グリーゼン 581T の惑星が発見される。このうち、グリーゼン 581C は、ハビタブルゾーン、生命居住可能領域内を公転していると見られて、 いたが、後に否定的な論文が発表された。それに代わり、グリーゼ 581D や G が、ハビタブルゾーン内を公転している。可能性が示唆されている。また2009年には、地球質量の2倍とみられる、グリーゼ 581E が見つかっている。これらは、スーパーアース、巨大地球型惑星と呼ばれ、太陽系の地球型惑星と比較すると、やや質量は大きい。 しかし、主成分は地球などと同様、岩石一部は氷とされており、今後、さらなる低質量の惑星発見が期待されている。また、ヨーロッパ南天天文台、エソが原子惑星系円盤の内側領域で、地球型惑星の材料となる岩石質微惑星の形成が進んでいるという観測結果を報告したことや、シミュレーション、 数値計算実験技術の発達から多くの構成に地球型惑星が存在する可能性があるという考え方が強くなってきている。2009年ヨーロッパ南天天問題は高マイナス 7B、コロを7ビットと呼ばれる天体が境外地球型惑星である可能性があると発表した。境外地球型惑星と見られる天体は前述のように2009年以前にも 複数観測されていたが、それらは質量や光転軌道から地球型惑星と推測されたものだった。高マイナス 7B の場合は質量に加えて惑星の半径まで判明したため、平均密度が計算可能となった。具体的な天体の密度に基づいて地球型惑星の可能性が高いと判断されたのは、これが最初の例である。地球型惑星には二つのタイプがある。 一つは、恒星から遠くに形成した惑星で、溶融した表面、マグマオーシャンが数百万年以内に固化して、初期海洋の形成に成功する、タイプ I。もう一つは、恒星から近くに形成した惑星で、固下までに1億年もの長い時間を要し、その間に、水のほとんどを惑星外へ失い、初期海洋の形成に失敗する、タイプ E。この違いは、 構成からの距離で決まり、その境となる軌道半径は太陽系の場合、太陽から地球までの距離 1au、天文単位に対して0.6から 0.8au 付近と推定されている。地球はタイプ I0.72au の軌道に位置する、金星はタイプ E の可能性が高いと考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。